三春町の中心部にある紫雲寺というのは、紫の雲のお寺と書きますけど、紫雲寺さんの長さんが僕の結婚の相手、三春の女性ですけど、結婚して、仲人してくれた人が紫雲寺のお嬢さんとは思えません。まあ、たまたま仲人してくれたのは、女房の、中学校時代の恩師でもあるわけですけど、まさかあの方が紫雲寺の人とは思いませんね。亡くなった後に、今から5年前ですけど、紫雲寺にその仲人してくれた、先生が眠ってるのを聞いて墓参りに行ってまいりました。当然河野弘中の偉い石塔っていうか、7メーターぐらいある石塔の前に、そういうご縁があったことを感謝してね、拝んで帰ってまいりましたけど、何とも世の中って不思議なもんで、どっかでつながってたんだなとつくづく思います。それからもう一つ、さんはまだ今91歳でご存命ですから、事あるごとに顔を出してお茶飲んでお話をしておりますけども、はらり八も死刑宣告を受けた後、北海道で亡くなっております。死刑になったわけではないんですけど、非常にそういう思いが残る死に方をしてますけど、みんなこの今私の次元寺に3つ並んで立ってる横山新六、三浦文治、原利八の3名のお墓を行くと、いろいろ危惧があって、みんな自由民権運動は喜多方事件になって、こういう時代になってますけど、不思議なもんです。もう一つ自由民権運動で危惧は、別な項目になりますけど、自由民権運動に多少関わってきた明治の終わりっていうかね、大正時代に板垣退助っていう戊辰戦争の時に、無血開城を進めてくれた人なんです。これはね、この方が後で、暗殺されるわけですけど、その時死ぬ間に言った有名な言葉に、板垣死すとも自由は死せずという言葉は、自由民権運動と板垣がね、日本国の自由民権の血とも言われてますけど、そういう一つのね、つながりがあったんだなと。今戊辰の時の秋月貞次郎と手代木右左衛門が米沢城に出向いて、無血開城を承諾して、なおかつ松平容保公にね、秋月が進言したわけです。無血開城をすべしと。まことにこれ歴史の中でね、みんなつながりがあるんだなと。で、おまけに秋月貞次郎、手代木右左衛門は死後には関係ないように皆さん言われますけど、僕はもう猪苗代に捕虜になって、秋月が敵陣営へね、
山川健次郎をはじめとする若手を死刑に処すなと、若手を育ててほしいという嘆願地に行った場面なんかも、まさしく塩川で最後の承諾を片森公に伝えた秋月定次郎の顔がね、今でも浮かんでくる。そういう歴史の非常に重い場所が塩川にあるというふうに私は感じております。以上です。